ウィリアム・ヘンリー・ライトは、イギリス・シェフィールド出身のプロ野球選手、プロ野球監督。弟のジョージ・ライトと共に、アメリカ野球伝道入りしている。ライトは有名なクリケット選手だった父親のもとに、生まれ、その父が、ニューヨークのセント・ジョージズ・クリケットクラブに、プロ選手として雇われた際に、アメリカに移住する。しかし、ハリーとその弟・ジョージが、アメリカで興味を持ったのは、 クリケットではなく野球の方だった。ハリーは当時アレクサンダー・アカート・ライトが参加していたニューヨークのニッカー・ボッカーズに加わりクラブのリーダーとなる。その後、ライトは1865年にシンシナティのユニオン・クリケット・クラブに雇われほどなくシンシナティ・ベースボール・クラブに入団。入団の際、ライトはそれまでクリケット・クラブからもらっていた年俸をそのまま受け継ぐ形で プロの野球選手となった。当時すでに30歳を超えていたものの、1867年には、投手を務め、1869年には、監督兼任で、中堅手を務めていた。1869年のレッドストッキングスは無敗を誇り、アメリカ全土を巡業しながら57勝負けなしの記録も残したが、財政が安定せず1870年に、 プロチームとしての活動を停止することになる。シンシナティでプロ選手としての活動ができなくなったライトは1871年にプロの野球リーグであるナショナルアソシエーションが組織されるとボストンに創設されたボストンレッドストッキングスに選手権人の監督として招かれた。ボストンは1年目こそ3位で終わったが2年目から圧倒的な強さで ナショナルアソシエーションを4連覇する。ライトは、その間1874年に、アルバートス・ポルディングラと共に、野球普及のため、イギリスへ赴いて試合を行ったりもしている。ナショナルアソシエーション解散後、チームは、ボストンレッドキャップスと名前を変え、1876年から、ナショナルリーグに参加。1877年、1878年に、 リーグに連覇を飾ったが、1880年代に入ると成績が低迷するようになっていった。ライトは、ボストンから、プロビデンス・グレーズ、フィラデルフィア・フィリーズと監督を歴任。彼は、自分自身で試合の詳細なボックススコアを、つけていたほど、研究熱心だったそうで、1890年には、それが原因で目を歩くし、一時期は、 フィリーズの監督業から離れることを余儀なくされてしまったこともあった。ライトは1893年を最後にフィリーズの監督を勇退。2年後の1895年にニュージャージー州で死去した。1953年にアメリカ野球殿堂入り。ありがとうございます。